ちは。今回ですね、初めてのシングルバーナーというものを買ってみました。前回初めてキャンプ行ってみてですね、ちょっと困ったことがあって、何が困ったかっていうと、朝ごはんが作れなかったんですよね。っていうのも、やっぱりバーベキューコンロしかない状態だと、一から炭を起こす必要がやっぱり出てきますけれども、その炭を起こしてもいいんですけど、起こした後って炭が燃え切るまでやっぱり待たないといけないんで、どうしても時間の都合もあって朝ごはんを食べることができなかったんですね。なので今回シングルバーナーというものを購入しました。購入したシングルバーナーなんですけれども、Amazon で買ったんですが、岩谷というものと、あとは他っていうような感じだと思うんですが、岩谷のものは、送料込みで3500円ぐらい、別のものはだいたい1000円ぐらい安いような感じなんですね。その中でもベストセラーというタグがついている商品、これが多分よく売れてるもんだと思うんですけれども、シングルバーナーの中でベストセラーというものが岩谷を含めて3つありました。1つは岩谷、1つはコーリーっていうものですかね、コーリー、それと今回買ったラゾ、わかんないですけれども、なんかそういうあんまり聞いたことないようなメーカーだと思うんですが、レビューだとね、あんまり悪い評価もなかったんで、星が4.5 ぐらいですかね。レビュー自体が少ないっていうのもあるんですが、星が4.5 ぐらいあればいいだろうということで今回購入してみました。じゃあ早速開けてみましょう。はい、こんな感じになってます。なんかロゴが入ったケースに入ってますね。あ、この中にもまた袋が入ってるんですね。一応こういう風に取扱説明書も入ってます。使い方もね、こうやって書いてある感じですね。海外製品かと思ってたんで、結構親切なんじゃないでしょうか。こういう風にね、袋がないとやっぱりもっと大きなケースに入れたりとかができないんで、多分大事なんじゃないかなと思います。この辺はね、パッキーもついてます。重たいか軽いかで言われたら、他のもの持ってないんでね、わからないんですけど、結構ずっしりくる感じです。じゃあとりあえずこれを組み立ててみます。こうなるのかな、どういうことかな。あ、こうか、こうですね。最初この形なんですが、これ多分順番があるんでしょうね。とりあえず全部下に下ろしてセットすると、これで土台ができました。でこっちの、これも結構簡単ですね。こんな感じになるのか。こんな感じになります。さあ、それとですね、カセットガスを買ってきました。岩谷のいわゆるホームセンターによく売ってるやつですね。多分皆さんよく見たことがあるんじゃないかなと思います。これをちょっと使ってみたいと思います。まず最初はこれですね。このつまみを一番マイナス、ちゃんと閉まってるかどうか確認してくださいと書いてありました。これ閉まってます。で次にボンベのキャップを外してくださいとありますね。キャップを外します。ここのちょっと出っ張ってる部分があるんですが、それとこの切れ目ですね、これを合わせます。合わせて落ち着けた後で、時計回りに回します。ちょっと若干10時か11時ぐらいの方向にこれがあるんですが、これをくっつけることで12時の方向になる感じです。結構シンプルな作りなんで、赤いつまみが火力の強さ、ここにスイッチがあるんですが、この黒いのは点火スイッチになってます。じゃあ点火してみたいと思います。ちょっとだけ開けて、結構強いですね、火力が。もう一回やってみますね。シューって始めるので結構分かりやすいかなと思います。結構強いな、これそんな強く火じゃないんですけどね。これ十分じゃないかな。一番強くすると、うわすげえ、これいいな。一応ね、
締めるときはこのマイナスの方に回してあげると火が消える仕組みになってます。火が消えるというか、まあ、元栓を締めるって感じでしょうね。これは説明書に書いてあるんですが、使用後の確認として、使用後は完全に火が消えたことを確認してください。そして消火直後は本体と容器、これガスボンベですね、ガスボンベも熱くなっていますので、しばらく経って熱くなくなってから必ず容器を、ガスボンベを取り外してくださいとあります。使い終わった後はガスボンベを取り外さないと器具の故障やガスが漏れる恐れがあります。ガスを使うのってやっぱりね、ガス漏れが一番怖いですからね、この辺は気をつけたいなと思います。